はい、皆さん、こんまくり。隙間時間で学ぶ将棋講座の時間でございます。今回、四間飛車編の居飛車穴熊対策でございます。前回ね、右四間飛車編が無事完結いたしまして、次はね、ご要望の多かった居飛車穴熊に対する対策を見ていきたいと思います。全3回のね、予定になっておりますので、しっかりついてきてくださいね。わかりやすく解説していきます。では、よろしくお願いします。はい、それではやっていきます。今回第1回で従来型としております。これは端を受けないタイプのね、穴熊を、今回ね、便宜上、従来型と呼ばせていただきます。はい、それでは並べていきましょう。今回も後手番振り飛車で並べていきます。穴熊を目指すために端を受けずにね、玉の囲いを優先していきます。端を早々に詰めていって、まあ、後で詰めてもいいんですけど、途中でね、飛車が気が変わる可能性ありますので、端を詰めたいのであれば、早めに詰めておいていいと思います。で、相手が、飛車穴熊を目指してきて、一目散に囲っていきます。ここで、4五歩と突くのがポイントですね。香車を上がる前に、を突きますと、角交換されて、左美濃とかにね、変化される可能性があります。穴熊の場合は、角交換されてもなくはないんですけど、角を交換すると、やはりね、金銀が偏って、後で打ち込まれる隙が大きくなりますので、あまり交換好まないね、方が多いので、まあ、交換挑んでおくなら、こうかな、というところですね。で、今回は拒否型を中心に見ていきます。まあ、以下、穴熊に一目散に囲っていくような感じですね。で、ここから振り飛車がどういうふうに、組んでいくかって形なんですけども、まあ、普通にね、藤井システムとか使わずに、高めのに組んでいきます。で、ここで、一つの変化ポイントなんですけど、今回は、7八金型と7九金型ですね。が、飛車穴熊側にはよく指されている作戦なので、両方を見ていこうと思います。まずは7八金型から。これに対して、まあ、普通に高めのに組んでいきまして、3六歩から、5九角とね、引いて、角を右側に使ってくるのが、飛車穴熊でよく見られる指し回しですね。それに対して4三銀と上がります。1六歩とついてくる手、これ注意が必要で、1四歩と受けておく方が無難です。これ受けずに、例えば銀を上がったりしますと、1五角とね、角をぶつけてくる手があって、これ角を逃げると飛車を取られるので、同角と取るぐらいですけど、同歩となると、角をね、交換されて、次2四歩があって、忙しいので、これは振り飛車が悪くなってしまいます。なので、この端歩に対しては、まあ、無難に受けておく方がいいでしょう。でここで、さらに居飛車側か、選択肢があります。まあ、3七角とする方法と、2六角とする方法、両方と見ていきましょう。まずは3七角から。これには8三金と銀冠を目指します。この3七角の狙いは、積極的に攻撃をするというよりは、松尾穴熊に組んで、玉をより固めようというね、作戦である形になります。以下、5四銀と出てね、飛車先を通したときに、3七の角が4六のね、地点を守っているので、7九銀右とね、松尾流穴熊を完成させることができますよというのが、相手の主張ですね。で、振り飛車側も銀冠にしっかり囲っておきます。以下、5八飛車と回って、まあ、5五歩とついてね、この銀を追い返そうという手になるんですけども、4六歩とつくのが軽い手ですね。で同角と取りますと、4五銀と出られて、次にね、角が逃げれば3六銀というふうにさばいていって、これは少し振り飛車がさばける形になります。で、ここでまあ同歩と取る形になるんですけど、角のラインを止めてね、玉への睨みを緩和してから、6五歩とついていきます。まあ同歩と取るぐらいですが、同銀と出ておきまして、で次にね、6六歩と押さえていくような手を狙っていくような形になりますね。あとは3五歩同歩、3六歩と打って、いくらね、筋とかもあるので、結構居飛車はね、いろいろ選択肢があって悩むところですね。まあ、4八飛車と受けておいて、角がね、2六とかにも覗けるようにする。もしくは4五歩とついて、このね、角のラインを通すっていうのを狙いに行くのが無難でしょう。6六歩と押さえまして、5七金に8五歩とじっと伸ばすのがポイントです。狙いとしてはこの後に分かってくるんですけども、以下4五歩と歩を伸ばしてくる手に、8六歩と突き捨てまして、同歩に7六銀と出ていきます。次に8七歩と叩いて、同銀同銀なり、同金に6七歩なりみたいな感じで、あ、強手を狙うようなね、狙いと、
6五桂と角のラインがね、何かの拍子に止めることができれば出ていくような手、6七歩成となっていて攻めるような手、いろんな手があるので、これは振り飛車側が、まあ、少しねポイント稼いでる局面と言えます。なので松尾龍穴熊に組まれても、まあ、こういった形でね軽く応対することで、で銀をね極東にすり込んでいく形で対応ができますので、恐れずに指していっていいと思います。それでは少し戻りまして、3七角のところ、ちょっと3七角はね消極的な感じがしたので2六角とね出てみましょう。2六角には4一飛車と一旦引いておきます。3七桂に5四銀、まあ、5四銀と4一飛車は順は前後しても、まあ、それほど問題ありません。4八飛車と回ってきて2六角3七桂型の狙いは4八飛車と回って4六歩からねを交換しに行くというのが狙いになります。まあ、右四間飛車みたいなね形ですね。これに対して2二角と引くのが細かいところなんですが、部分的な定石となっています。これは将来4六歩同歩同銀となって4五桂とね跳ねてきた時に角当たりをあらかじめ避けるというね早逃げの手になりますね。非常によく出てきますので覚えておいてください。4六歩同歩に同飛車とぶつけに行きたいところなんですけど、これは同飛車同銀に2八飛車が7八の金がね浮いているのを狙った手で角金両取りで非常に厳しいので、これは居飛車が行きません。これでまあ同銀と取るぐらいなんですけど、ここでやはり先ほども見たような6五歩とついていきます。これも同歩と取るぐらいですけど、ここで4七歩と叩いていきます。飛車が逃げれば銀がただなので、まあ、取るぐらいしかないんですけど、8八角成と振り飛車側からね募集していきますよと。同金と取る手には5八銀と打つ手がありまして、これはね4二歩取っても全部ね取ってくれれば4四歩で飛車を止めることができる連打の歩ですけど、4七銀なり4一歩なり4六なり銀で、これ玉が硬くて、まあ、次にね2九飛車とか2八飛車を打ってから7九銀というような大攻めがある振り飛車側が優勢になります。なので8八角成には同玉と取るぐらいですけど、やはり5八銀取っていきまして、か4八飛車に6七銀なり同金2七金となりますと、角取りがね非常に受けづらくて、で玉がバラバラでいつまにかね振り飛車の方がめちゃくちゃ硬くなってますよね。穴熊の方薄くされて、これは居飛車側が勝ちにくいと言えるでしょう。それでは次に7九金型の方を見ていきましょう。7八金型はねちょっと薄いところを突かれてたので、7九金型などどうかというところですね。以下同じように高めのに組んでいきます。で5九角4三銀に1六歩1四歩、まあここは見た形ですね。で3七角と上がる形をねまた見ていきましょう。3七角5四銀には7八飛車と回る手がありますよと。これでね、まあ、袖飛車みたいな形にして三間飛車の形にしてもう玉頭をね狙いに行こうという手ですね。これに対しては銀冠を組みに行きまして、しっかりね囲っておきます。ここで7四歩を打たないのがポイントで、まあ、すぐ打っても別に問題はないんですけど、飛車側だけね一歩持たれるのは少し尺だというね、まあ、少し難しい考え方なんですけど、まあ、ただ打たないことで傷になるリスクもあるので、まあ、この辺はね、まあ、打つかどうかはよく考えて指しましょう。まあ、この場合はね2枚に守ってますので打たなくてもいい。あとはこの持った一歩をね他のところで使うという発想があります。7八飛車と引く手に8五歩とつきまして、2八飛車と、まあ、飛車をね戻しておくぐらいですけども4六歩とつきます。でも同銀同歩同角と3種類ありますけど、同角は4五銀と出られて、以下角が5五角と出るぐらいですけど、同角同歩3六銀とね刺すような感じで、これは振り飛車がいいでしょう。先にさばけてる形ですね。で同銀も6筋が薄くなりますから、まあ同歩と取るぐらいですけど、8六歩と突き捨てまして、これもさっき見たような順ですね。同歩に6五歩とついていきます。取れば8七歩と打たれて非常に厳しいので、7八金とね上がって守っておくぐらいですけど、3五歩とついていきます。これが非常に厳しい手ですね。同歩と取るぐらいですが、6六歩と一体に取って、同金だったら6五桂と跳ねて、これは振り飛車が優勢ですね。
銀が逃げれば金型だ。同金同銀はこれはね玉頭に襲いかかれる振り飛車の方が良さそうですね。それでは2六角と寝る順を見ていきましょう。これには5二銀と引くのをお勧めしておきます。以下3七桂4一飛車4八飛車に2二角と引いて、まあ、5四銀型とね同じような感じになるんですけども、以下4六歩同歩同銀ときます。やはり同飛車は先に2九飛車とね打たれるのでちょっとね交換しづらいと。ここで6五歩と突いてきます。まあ、5四銀と5二銀型の違いは、5四銀型の方が、6筋のね、戦いでは強いんですけど、5二銀型の方が、動きが硬くて、あとね、飛車に紐がついているというのがメリットになりますね。まあ、同歩と取ると、先ほどね、同じような4七歩の変化がいますので、今度は4四歩と打っておきます。これには、一旦6六歩と、取り込みまして、同金取る手に、4四飛車と、飛車の方で取っていきましょう。玉がね、4枚の身になって非常に硬いので、まあ強く戦おうということですね。まあ、以下、同角、同角となりまして、まあ、金当たりになっていると。で、5五銀と出ますと、同角、同歩と取ると、5七角が非常に厳しいので、これはね、ちょっとまずいと。同角に同金も少し気が利かない形になるので、まあ、5五歩とついておくぐらいなんですけど、ここで8五桂と跳ねていきまして、足攻めを狙っていくような感じになりますね。以下、まあ、3一飛車と打ちまして、ここで待望の足攻めが回ってきます。9六歩、同歩、9七歩というふうに打っていきまして、取る駒が、ね、悩ましいですよね。同桂で取るのか同香で取るのか。まあ、同香で取りますと、同桂成り、同銀、9二香という形で、二段ロケットにしていきます。以下、8八桂と足して受けておくぐらいですけど、9五歩と打ちまして、同歩に、9六歩と打つのが、これは手筋の攻めですね。同桂だったら、9五香で、この端が分からないですね。同銀と取るのも、やはり9五と香と走って、同銀に、まあ、同香、9六歩と打たれたところで、9七歩と打つのが、厳しい手ですね。まあ、次に、4八銀までの詰めろなので、まあ、これはもう取るぐらいしかないんですけど、9六香に、同桂、7七角と、両取りをしまして、振り飛車優勢と言えますね。足攻めが綺麗に刺さった。パターンと言えるでしょう。というわけで、まあ、今回ね、従来型の穴熊の攻略方法を説明いたしました。いかがでしたか？役に立ったな、これはいけそうだと思った方は、高評価ボタン、ぜひとも押してください。そしてね、もしよろしければ、もう一本動画見ていただけますと大変嬉しいです。それでは皆様、おつまくり。ではまた。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。